どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。皆様、2022年新年明けましておめでとうございます。すいません、動画がね、前回12月の動画で1月の国内状況でストップしてたんですよね。まあ今こうやって動画を上げる期間まで自分の中でちょっと見つめ直しっていうのが必要だなと思って、あえてというか皆さんにはいい波動でお送りしたいなと思ったので動画はやめておりました。すいません、コミュニティの方にもね書いておけばよかったんですけど、心配なされた方がいましたら謝らせてください。すいません、ということで、まあ新年一発目謝りみたいな感じでね入ってしまったんですけれども、皆さんに今お知らせと報告っていうのがあります。まず報告ですね。僕このチャンネルを通して、まあ皆さんもね知ってる通り占いの YouTube にはなってるんですけど、もともとは僕の気になったことを発信していく YouTube だったんですけれども、まあ占いっていうものにね勉強して、じゃあ皆さんもこういうのあるんでよかったら覚えてくださいねみたいな感じで、西洋占星術とか数秘術とかちょいちょいとやってはいっているじゃないですか。それで占いは面白いななんて思ってはいたんですけれども、まあ去年の2021年8月に神奈木の宮子さんと出会いまして、もっとさらに奥の深い目には見えないところ、占いも目には見えないですけれども、もっと奥ですよね。なんでその方の悩んでるところはどういうところなのかっていう根底のところを探るっていうところまで知るっていうことをね教えていただいて、僕もすごいこれって思って宮子さんのところで修行をさせていただきまして、大変だったんです。そこでまた改めて、あ、自分ってダメだなって再認識しまして、それからさっきも言った波動ですよね。その人が持つ波動によって本当に人生というか生き方すら変わってきますよと、いろいろ科学で証明はできないとか言われてはいるんですけど、やっぱり調べていくとこういうのを調べている科学者って結構いらっしゃるんですよ。そういう方の本とかも手に取って読んではみたり、なるほどっていうところまで自分の中でね分かってはきたので、そういうのもこう発信していくような番組にしたいなと。だって全部が全部スピリチュアルですよこれはっていう言葉では片付けたくないんですよね。この番組を見てる方、占いとか好きな方はね知ってるとは思うんですけど、人間のねまとってるオーラっていうものはエーテル体とかアストラル体、メンタル体、コーザル体とかっていうのがあるんですって。もうあるって言っちゃいます、あるんですって。だってみんな同じく書いてるんですもん、いろいろ本とか見ていくと。であるんだなって思うしかないじゃないですか。だからあると思うんですよ。そこのいろんなそのオーラの部分の心の周波数っていうんですか、それも波動なんですって。波動って本当に大事だなって思って、波動って何か、自分を守るもの、そこをいろんなものが邪魔してるんですって。何がどう邪魔するかって言ったら、相手からもらう周波数、外からもらう周波数、それは何かっていうと、例えば音もそうです、電気もそうです、電波ですね。周波数っていうものがあるじゃないですか。何百何ヘルツとか128とか528ヘルツとか、人にはいい音、嫌な音、悪い音って結構あるんですよ。それを勉強していくと、あ、これってやっぱりそうなんだなって思ったんですね、いろいろ見ていて。だから去年の暮れぐらいから音叉っていうのをやり始めたんですよね。なんでやったかっていうと、答えが一つで、その人を良くしたいっていう思いから音叉っていうのをやったんですよ。で、やっぱり調べていくと周波数っていうのがねくっついてくるんですよ。だから、あ、意味あることなんだなと、全部が全部これってつながるんだなって思ったわけですよ。
なので年とかもね、そうですよ、相手の思う年ですよね。年も周波数で飛んでくる。なんで飛んでくるかっていうところもね、解説できる動画にしていきたいなと思ってるんで、ちょっと今後引き続き今年もよろしくお願いいたします。あとお知らせです。最後、これは皆さん結構ね重要なことなのでメモしてください。今月1月の17日っていうのが僕の西洋占星術と気学から見ると1月17っていうのがとてつもなく地球上のエネルギーがぐんと落ちます。なので本当に1月17は気をつけてほしいです。何があるかっていうと、気学で見ると下のところに悪い数字と悪い歳波、それがくっついてくるんですよ。っていうのはどうなるかっていうと、地上のエネルギーに突然変異変化っていうのが起きますよっていう印みたいなもんなんですね。でもっと言ったら西洋占星術で言うと、1月の14から来月2月の4日までっていうのが水亀座のところのエリアで水星逆行っていうのが起こります。これって、まあ、聞き流してもらっていいんですけど、どういうことかっていうと、水亀座のところで逆行って始まるとですね、そのインターネットか、まあ、ズームだとかね、ネット系のトラブルっていうのが多くなる時期なんですよ、この間っていうのがね。だからまず14から始まるっていうことは、最初の5日間っていうのが逆行の始まりの時なので、非常にバランスが崩れるんです、地球上のエネルギーのね。だから気学で言うと1月17っていうのがエネルギーがぐんと落ちるんで、ここでもしかすると天災、もしかすると大きな地震が来るのかなと思われるので気をつけてください。ここ重要です。1月17大きい天災起きると思います。まあこれで来ないじゃないか、嘘つきめとか言われても、こうやって出てますよっていう動画なので、バッシングはしないでください。わらっていう感じな、どちらもいいんですけど、お願いします。気をつけてください。なので事前に対策とかね、やったりとか非常食とかこう買ったりとかして用意周到で行ってくださいねっていうお知らせです。あとはその1月の14から2月の4日まで水星逆行水亀座です。なのでこういうこともした方がいいですよっていうお知らせです。まずインターネットのトラブルっていうのが本当に多くなります。あとは、スマホのトラブル、機械の故障とかね、交通渋滞トラブル、移動とかね、乗り換え、電車の乗り換えとかなんかうまくいかなかったりとか、交通渋滞だからその電車が来るのがよく遅延するとかね、自分の考えたルートで思い通りに進まないとか、そういったことになりやすいんですよ。なのでどういうところで気をつけてほしいかって言ったら、改善策ありますよ。まずはこういうことで知ったことによって、あ、そうなんだって今思ったはずです。なのでこういうことなんだ、本当だって思ったら、そこでイライラストレスなんでなんだろう、あ、水星逆行だからかって思うじゃないですか。なのでそこでストレスは減るんです。いい動画でしょ、うん、あとは振り返りっていうのをしてください。まあ今言った、あ、この動画で言ってたなっていうことみたいな感じで、自分がやってきた過去の振り返り、あ、こういう行動したらいいんじゃないかとか、振り返りの先読みみたいな感じですよ。まあ難しいですね。まあ振り返りです。こうなりそうだからこうやってしようとかね、あの時こうだったな、だったらこうやってちょっと迂回してみようとかね。それとあとはこれえって思うかもしれないですけど、これを僕勉強しました。パワーストーンの力を借りるっていうのもすごい有効的です。結構ね、警戒心とか気持ちが
ちっちゃい方というか、まあ僕もそうなんですけど、小心者の方、怖いなとかよく思う方、あとはなんか厄介なことに巻き込まれたくないなとか思う方いたらですよ、トラブルとかそういうイライラが働く強い時期なので、そういうところで改善したい方っていうのが、パワーストーンで言ったらアクアマリンとかシトリンとか入ってるブレスレットがおすすめです。そういうね、浄化作用が入ってる、効力があるパワーストーンで補うっていうことがすごいおすすめなんです。なのでパワーストーンのこともここでやっていけたらいいなと思います。ということで、まず皆さん1月17気をつけてください。引き続き、あと、生配信もねやっていきますので、それもぜひよかったら参加の方よろしくお願いいたします。最後、秀窓の個人鑑定、受け付けております。インスタグラムとか、あとはこちらの概要欄とかで、貼っておきますので、で僕のホームページから飛んでもらえれば、僕の QR コードとかも貼ってありますので、登録していただいて、僕と友達追加していただけたら鑑定できますので、その際はメッセージもらえると嬉しいです。ではまた更新いたします。ありがとうございます。